ここの温泉は湯温泉なので、どうしても湯原がついて缶の内側についちゃうもんですから、それをまあ雪が降っても風が吹いてもやっぱり行ってやらないと温泉が行くと引かなくなっちゃうんです。コロナでお客さんが減ってます。早く落ち着いてお客さんが来てくれるのが楽しみの一つです。